はい、皆さんこんにちは、ジョリーにくびったけの時間です。はい、今日はね、映画を何を見るっていう話をまだしないで、まず実はね、いろんなのがあってね、最近フェイスブックとかああいうの見てると、トレーラーでキングコングのやつとかね、あとワンダーウーマンとか読んでて、わ、見たかったなとか思うのいっぱいあるんだ。ね、だからまあそれはしょうがないと、時間もいろんなものがなければね、うん、日本に戻ったら夏に見れるかなと思ったんだけど、これもなかなか難しそうと、ね、日本忙しくて、まあ、考えないんだけどさ、どうなるかね、日本行きもね、片道切符で行くっていうね、すごい今までにないような方法だし、うん、まあそれはね、映画の話じゃないんですけど、で日本はね、俺映画安く見られるんで、1000円なんだよ、60歳以上かな、いいでしょ、そっか、いいな、まあ1000円だとやっぱり10ドル以内なんで、アメリカより安いんだね、映画館は悪いけどね、うん、でもあれはバスとかさ、公共の乗り物とか、うん、だからうまくやるとみんな日本でもちょっと安くできるってことで、35セントらしい、それ今度やろう。はい、ということでいきましょう、ジョリーにくびったけ、はい、でね、今日のテーマはこれずっと話したかったんだよね、うん、何だったっけ、言って、なんだっけ、映画の中に出てくる善人面した国、そうね、そう、映画の中に出てくる善人面したしょうもないやつ、そう、うん、これ実は悪いやつじゃないかっていうね、うん、例えば例を一つ、何の映画の善人やつが出てくる、有名なとこ、例えば分かりやすいのは、うん、ジュラシックパークでしょ、やっぱり、あ、ジュラシックパークはそうだよね、うん、ちょっと俺とね、ミュウちゃんと何人か意見は違うんだけど、うん、ジュラシックパークで一番最悪な人って誰、出てきた人の中で、あ、出てきた中で、でも地球保護団体ダメでしょ、あ、そうそう、俺はね、あれ言いたいのは、絶対最悪だったってのは、ジュラシックパークの2、ロストワールドの中で出てきた、うん、なんだ、ニック・オーエンっていう役のね、地球保護団体、うん、グリーンピースにいた男、うん、あいつがいなかったら、テロリスト、何の事故も起きないで、ジュラシックパークのサンディエゴがオープンしてたら終わりだ、いっぱい、そうだよね、そうそう、で、あれが要するに、恐竜の、なんだっけ、全部小屋を壊して、脱走させちゃったり、うん、そうなんだよね、ね、あと T レックスの子供連れてきて T レックスに座ったりとか全部悪いよね、でも映画の中ではやっぱりキリスト教系のさ考え方だから、うん、そういうのをさ悪く書かないんだね、あとは博士もひどいよね、女の博士、博士もね、トラブルメーカーだね、うん、日本 でジュラシックパークってトラブルメーカーが多くて、あと3の時のお母さん、ね、お母さん、あれもひどいね、あれひどいよね、そう、覚醒器持って恐竜に出てこて吠えちゃって、で吠えて恐竜来たらなんかこうね、連れてきてくれたさ、そうそうそう、ボディーガードみたいなさ、あいつクプロだから大丈夫とか言って置いてっちゃってさ何のプロなんだよ、本当にね、それを考えたらね、いい役で登場してんだけどダメなんだよ、実はこれ悪い人だ、ジュラシックパークのね、最後に出た女性だけはあれまともな、あと博士、ワンの時の女性、佐藤の博士とか、うん、あと最後の女の人、うん、あれもどうしようもなかったんだけど、最後に T レックスで出てきてインドミナレックスを倒した役をしたね、うん、あれだけで、だからね、あれでね、反省してたんじゃないの、ずっとっていうことか、ひどいから、うん、俺ワンの時の女の子ですら許せない、私あの子しょうがないと思って、でもね、だって恐竜を見てそのまま吠えるなっての覚えたから、でもやっぱパニックになるよ、いやでもわがままなパニックは俺死んでほしいもん、そうか、もう死んでほしい、ああいうのは、うん、あれだってしょうがない、いや、一人でそこで吠えてた、ちょっと向こう行ってみ、トイレのところで恐竜向かって吠えな、発煙と持たせてるから、うん、でもね、壊れちゃうよ、ね、あれは仕方ないよ、でここら辺のところはちょっと違うんだけど、うん、これからが難しい、大統領、大統領、これね、言いたいのがさ、あれだよね、2012、あれもね、あれの大統領ひどいと思わない、無責任だったね、うん、例えばね、分かりやすいのは、分かりやすいってマニアックな映画だからみんな分かんないんだけど、うん、Day After Tomorrow っていう映画があって、うん、その中で出てくる副大統領が全然言うこと聞かないで、それでね、大変になっちゃうんだけど、うん、でもその人は後でちゃんと後悔して改心をして、後で本物の大統領死んじゃって、副大統領が大統領上がった時になんとかするんだよ、うん、ところが2012年ね、2012の大統領はひどい、まずアメリカが大変なことになって、そのホワイトハウスをね、もう、うん、エアフォースワンに移そうって言った時に教会ってお祈りしてるの、それで一番まともな人がなんで教会なんかでお祈りして、こんな時言ったらさ、うん、お祈りするのは当然だろうとか言って、それで国民を捨てて自分は死期を放棄して死んじゃうんだけど、うん、あれは悪い大統領だよね、うん、だったらさ、あれだよね、教会でさ、パスタにでもなればいいよね、そうそう、で主人公だからさ、やっぱり何の役かってことだよね、やっぱり大統領ってね、役が分かってないんだよ、国を背負ってる人で、主人公も国民を助けなきゃいけないとか言ってさ、うん、それで多くの人間を殺しちゃうようなことばっかりして、
あれもひどかったね。ひどい。だってさ、うん、お金出さしといてくじ引きでとかさ、あれもひどいね。だからたくさんさ、10億ドルずつぐらい一人取ってさ、お金出させてさ、箱舟を作って、土壇場でくじ引きにしようとかね、そんなふざけたこと言うやつはさ、うん、だから死んで正解。ありえない話なんだけど、うん、他誰かいる変な映画の中に、映画の中で誰かのパッと思い浮かばないね。なんかかわいそうな悪役ってのもいいんだけどね、あるね、うん、実はこの人悪くないじゃんっていう人も、ね、だからトゥーサーザンダー・トゥーローのあの時のさ、そのなんだっけ、あの首席補佐官、うん、会員のあれなんかは、うん、まあの顔は悪くしてあるけど悪くないんだ。彼が実はまともだったっていう、ね、うん、全然まともなんだよね、うんうん、だからそこはね、やっぱりね、あの宗教的なものが絡んだ時に正義が誰かとかそういうところってね、大きく変わっちゃうな。難しいよね、なんかね、うん、まあでも映画としては面白いんだけどね。でもね、うん、なんか見ててね、すごいムカつくんだよ。しっくりいかない、なんでここでとか思う時あってさ。ジュラシックパークに戻るけどさ、あの時のさ、うん、日光園ね、あの、うん、例のあの環境保護団体、うん、あれなんかあいつが引き起こして2つのでっかい大部隊が壊滅しちゃったわけじゃない。そうだよ ね要するに T-Rex の子供を連れてきてさ、自分のね車の中で治療してて T-Rex にあの怒られちゃったんだね。怒られてね、うん、あのボロボロにされちゃったんだ。無線のなんだよ、連絡できるものなくなっちゃったんだね。これでさ、あのハンターがいるじゃない、白兵ハンターみたいなね、うん、その人間がいてさ、それのあの銃の弾抜いて、うん、T-Rex と戦えないようにしちゃうとかさ、それでみんな食われちゃうの、T-Rex に。すごいね。俺あれ見た瞬間に足引っ張ってる、ね、そうそう、お前は環境保護団体だな、うん、ね、テロリストだなって言った時に、俺あいつ連れて行かないの、分かった、お前とは別に行こうと、ね、子供たちが来たかったらこっち来てみてあげるけど、あのあれは絶対危険を起こした人間だから外すよ、トラブルメーカーだもんね、うん、だからそれを言うと俺がそういう環境保護団体とかさ、そういうの嫌いだってこと分かっちゃうんだけど、大体そういうふうに言ってる人の方が過激な人多いよね、うん、まあシールス嫌いだよね、当然ね、うん、あんなもうバカらしいことだから話してもしょうがない。あとほら、なんかヘイトだの差別とか言ってる人ほど、うん、自分たちとかめちゃめちゃなことやってるというか、平和を訴えてる人ほど過激っていうか、うん、暴力振るう人いないよね、うん、本当。だからね、クジラを食うんだったらクジラを立つ、あの守るとは全国断固戦うぞみたいなさ、 そのためには人殺しも辞さないみたいな、私は平和のためには誰でも殺す、ね、クジラの方が上っていうかさ、うん、アボリジニーをあんな迫害しといてさ、そうなんだよ、オーストラリア人、ね、そう、ごめんね、着兵、うん、だから俺たち守ったアメリカの人、守ったアメリカだからね、だからさ、あの考えなきゃ、映画の中から見て考えなきゃいけないことってのは、映画の中にはイデオロギーがいっぱい入ってて、うん、そのイデオロギーがどうかってことを見て楽しめないといけないっていう、ね、そうね、うん、だからあのやっぱりね、あのこれはね、いい悪いじゃないんだけど、俺ボルケーノっていう映画を見た時に、うん、あの消防士がさ活躍してさ、人を助ける、もう死にそうになって人を助けるために、あの自分は溶岩の中歩いてそれを助けてさ、自分は死ぬんだよ、うん、これってさどうなのって思うね、うん、例えばあのアルマゲドンの例えばブルース・ウィルスなんかはさ、地球一つを倒すために、ね、あの娘との約束を守れなくてさ、まあ、要するにね、自分が死ぬってのはこれはあるじゃん、うんうん、これわかる、命をかけて地球を救うのね、うん、だけどたった一人の人間との命の交換を美化されても、そんなことないよねって思っちゃうんだよ な、ね、美化の仕方だけどね、うんうん、まあだからボルケーノはそのシーンがねすごく嫌で、例えば変な話だけど、あのスペースカーボーイって今日飛ぶな話が、スペースカーボーイの中で、うん、あのいつも喧嘩してるさ、例のね、あのトミー・リー・ジョーンズが最後の最後にさ、あの言うんだよね、うん、俺が一人でさ、その月に来てから、うん、あのミサイルを全部月でぶっ放してくると、ね、それで地球から救ってるじゃん、うん、救ってる、うん、こういう命ってやっぱりすごいと思うね、うん、だから命を自分のためにとかじゃなくて、うん、それに対するさ価値で見ないといけないよね、うんうん、それはね、もう俺見てて映画と思った。まあ恐竜保護団体じゃないけど、あれはもう最悪だねあれひどかったね、うん、だからやっぱりね、物を見た時にあのちゃんと狙いがあるんだったらいいんだよ、うん、例えばジュラシックパークの一番、ジュラシックワールド最新作、あれでは女の人がね、やっぱりデタラメやってて忠告も聞かないでさ、とんでもないことしちゃうんだけど、うん、でも最後の最後でその女の子は T-Rex 連れてきてさ、うん、助けて、だからあれは映画監督とか脚本家がこの女はバカなの、ダメな女として表現してるんだけど、最後にいいとこ見せて、この映画で女は全部ダメだってみんな言われたってもやな映画、あの映画の中で最後に女の女性のその人間に旗をあの持たせたってところじゃないかなってね、うん、まあとにかく大統領っていうものに関してはさ、それこそインデペンデンスデー以外の大統領ってなかなかいいのよね。インディペンデンス2もひどかったよね、あれ勝手にすぐ死んじゃったヒラリーでしょ、そう、本当にね、まあ面白いんだけど、なんとかなんねえかなっていうのがね、最近の映画のね感想ですよ、まあね、うん、
まあね、いろいろと話したけど、やっぱりね、映画ってものはいろんな見方があると思うんです。だから作品だけじゃなくて、うん、その脇役とかそういうものにね、焦点をつけてほしいなって実際つくんじゃないかも、いっぱいあるからね、いっぱいありますね。さあ、ということで、はい、3本目って言っちゃったよ、いや、また来週ね、映画の話したいと思います。それではよろしく、さようなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。